写真拡大。中京土用 QR 桔梗 S 芝1400m に出走する胴舟オス竹行は新コンビとなる吉田俊を背に CW コースで軽快な足さばきからゴール前は強めに追われ 5F67秒8 から 1F12秒1 を刻んだ。2周続けて追い切りに騎乗した鞍上は飛びがすごくでかい。初戦の強いイメージを大事にしたいと意気込む。札幌芝 1500m の新馬戦は出遅れながら大外からズバッと差し切り劇。素質の高さを示した。竹行氏はレースを経験して少し扱いやすくなった。いい状態で出走できると2連勝を狙う。